うっす。今年もやります。GBB24 ソロ出場者全員の見どころを解説してみた。もうね、1週間前だね。まあまあまあ、これさえ見てればどういう見方をすればいいのかっていうのが分かるので、もう心配いらないです。コメント欄にね、みんなの優勝候補であったり、楽しみにしていること等、全部書いていってください。では、終わります。レッツゴー。1人目、オーシス。ニュースクーラーの中でも超異質な存在感を放つプレイヤーですね。複雑なスキルと間をしっかりと設けたフローの関係というのが本当に魅力的で、そんな彼の見どころなんですけど、現場用にどれだけ仕上げてくるかなんですよね。オンラインとかワイルドカードだと異次元レベルのビートボックスになるんですけど、まあ、現場だと使いにくい技を結構使ってるんですよね。現場用にマイキングとか構成をどれだけ仕上げてくるのかっていうのが非常に見どころでございますね。で、次2人目、アイス。去年一話題を作った男ですね。圧倒的なビートボックスクオリティとユニークな音選びに高すぎる完成度っていうのが魅力的な彼なんですけど、今回のね、彼の見どころはステージング等も全て含めたバトルスタイルですね。アイスが参加する大会の中でどこよりも気合を入れてくるのが、まあ今回の GBB だと思うんですよ。去年のリバーに負けた時のあの顔がよぎりますよね。どの大会よりもバトルモードのアイス見れると思うので、少しね、普段と雰囲気違うかもしれないですね。そして次、ステディ。いやー、またね、かなり尖ったニュースクールなんですけど、理想のフロープラスアルファができるプレイヤーなんですよね。理想的なフローを作っただけじゃなくって、ミクロ面まで超丁寧に作り込んでくるんです。もう食らい続けるしかないみたいなさ、そういうビートボックスをしてくるんですよね。彼に関してはネタ選びですね。既存のネタも十分にやばいんですけど、あのワイルドカードネタクラスのネタをいくつも隠し持ってる可能性があるんですよね。まあ、これ結構韓国であるあるなんですけど、まあ、どんな秘密兵器を隠し持ってるのかとても楽しみでございますね。そして次、テン。デンのビートボックスはね、音楽理論に基づいて作られてるから、曲としての完成度で言ってしまえば世界トップクラスなんですよね。絶対音感と相性が良すぎて質感のインワードベースを使う彼なんですけど、彼もまたね、ネタ選びが注目ポイントですね。彼のルーティンはマジでね、怪物級なんですけど、完成度高めに行えるルーティンがどれだけあるのかっていうのが、まあ、結構難しいところなんですよ。ただ仕上がったことを考えると恐ろしいほど強いですね。そして次、マックマックス。超面白いバトル強すぎおじさんですね。世界大会で2位になってるし、もうクラウドコントロールめっちゃうまい、現場でのクオリティが高すぎる、そういうプレイヤーなんですけど、今回はね、彼の見せ方の変化に注目してみてほしいんですよね。ここ1年ぐらいスタイルそのものって大きく変化はしてないんですけど、まあ、少しスパイスが加わるだけでも見え方大きく変わって、さらにヤバく見えると個人的には思ってるので、まあ、ここ数ヶ月のバックマックスのバトル漁っておくといいかもです。そして次、ヘリーブ。まさしく人間ドラムですね。基礎音のクオリティはもう世界トップといっても過言ではないと思います。彼の見どころはズバリエリミネーションですね。エリミを突破した先のヘリウムってもう強いというか、まあ強すぎるレベルなんですけど、前回エリミを治癒してるんですよね。エリミを抜けた先のネタって、まあ去年の分も含めたらまあたらふくあると思うし、エリミを固く抜けるためのエリミ作りっていうのをどういう風に行ってくるのかっていうのが大きな見どころにはなるかなという風に思ってます。そして次、インプルーバー。世界一の大技おじさんですね。
トラック用のルーティーンが増えてきてて、インプルーバーのスタイルもここ数年でかなり変わりましたね。彼の見どころはね、見せ方の変化ですね。結構バトルでね、あんまり失敗する未来を想像できないし、コンスタントに強いルーティーンをすでにいくつも持ってるんですけど、最近のトラックに寄せたスタイルを使ってくると思うので、今までと雰囲気の違うフレッシュなインプルーバーを見れる可能性っていうのが結構高いかなというふうに思っております。そして次、スティッチ。I'm just a split in the air by batting バトルもショーケースも上手くなりすぎてるプレイヤーですね。人間から出てるとは思えない音に合わせてむちゃくちゃ魅力的な美声を持つ彼なんですけど、エリミネーションがかなりの、ね、見どころになるのではと思ってます。 GBB21 のエリミネーション、個人的にめちゃくちゃ好きなんですけど、あの時にいろんなアドバイスをもらったと思うんですよね。4分間で自分の世界観を表現しながら、綺麗にまとめきってくれば、もう通過間違いないでしょっていうレベルのビートボックスしてるので、21年のこともあってエリミネーションは見どころすぎると思います。そして次、ウィング。もうとにかくエロいね。エロい雰囲気作るのがうますぎるし、魔法みたいにグルーヴと精密さを持つ彼なんですけど、今回もね、注目ポイントはどんなトラックを作ってくるのかっていう点ですね。エリミネーション落ちるイメージがね、1ミリたりとも思い浮かばないんですよね。本番のビートボックスクオリティがね、常に満点なんですよ。新しいスキルをさ、ちょいちょい取り入れながら、全く違う音楽作品を本番前に作って、それを完璧にこなしてくるっていう、毎度新鮮さがありますよね。今回はどんな雰囲気で見せてくるんでしょうかね。そして次、ジュラルド。Just give you some drill. のアンダー18優勝者ですね。アンダー18カテゴリーの中でも圧倒的すぎる完成度を見せつけて優勝していたっていう、超新星なんですけど、一番のダークホースになる可能性があるんですよね。彼のポテンシャルって一回バトル見てくれれば分かるんですけど、マジで半端ないんですよ。今回のソロ出場に向けてどれだけ仕上げてくるのか、非常に未知数なところがありますね。そして次、アレクシンニョ。パーフェクトですね。セブントゥースモーク優勝常連とかいう意味わかんない戦績を持っている、世界チャンピオンなんですけど、個人的にはエリミネーションが見どころですね。バトルになったアレックスがバカみたいに強いっていうのはわかるじゃないですか。そこで今年のニュースクーラーだらけのエリミネーションでどういう見せ方をしてくるのかっていうのが気になるんですよね。確かにね、失敗もしなければすでにクオリティ世界トップクラスではあるんですけど、特殊な見せ方が多いのでね、今年はどういう映り方をするのかっていうのが非常に楽しみですね。そして次、カジ。ビートランドを優勝して掴んだ出場権ですよね。最近のカジはね、結構新しいことに挑戦してて、めちゃくちゃ激しいカジと違った面をよく見るようになりましたね。 GBB エリミぐらい長い時間ビートボックスをしているカジを見たことがないし、新しいことだらけですよね。っていうのがあって、個人的なエリミネーションの見どころですね。長い時間をかけて綺麗にまとめて自分の個性も出してくださいっていう、GBB エリミにおいてどういう見せ方をしてくるのかっていうのが想像もつかないので、非常に楽しみですね。そして次、マクソ。去年ダークホースになるかもっていう感じでね、紹介をさせてもらったバトル怪獣なんですけども、 FBB を優勝して掴んだ出場権ですね。去年はね、惜しくもエリミネーションも超ギリギリで落ちてしまったんですけど、現場のサウンドクオリティはもう世界トップといっても過言ではないですし、エリミネーションを改善した先には無双劇が待ってるのではっていう風に思ってます。ということで、個人的な見どころはエリミネーションですね。綺麗にまとまったマックスを想像すると強すぎて恐ろしいですね。マジで楽しみ。そして次、ブラックロール。
トル会場ですね、まあ、GNB を優勝して掴んだ出場権なんですけども、彼もねかなり現場特化型ではあるんですけど、実際めちゃくちゃバランスのいいビートボクサーなんですよね。最近のブラックロールってパワーだけじゃなくって綺麗な展開も兼ね備えていて、バトルでもショーケースでもめっちゃ強いんですよ。まあ、個人的な見どころはまたしてもエルミですね。マックスと同じくバトルに上がったらまあ言うまでもなく最強クラスなので、エルミでの見せ方非常に気になりますね。そして次リミックス。みんな地域の優勝者ですね。とうとうだね。もうどれだけの人がさ GBP でのリミックスを待ち望んでいたかっていう。ベースがとにかく強すぎるね。あと何でもできますね。多分スキルの引き出し今回の参加者の中で一番あると思います。まあ、個人的な見どころは細かいスタイルの変化ですね。リミックスって結構ベースメインのシンプルな見せ方が多くて、まあ、もちろんハマった時って超強いんですけど、ベースで見せるやり方そのものっていうのはまあまあみんな聞き慣れているんですよね。多分何かしら変化をつけてくると思うので注意深く聞いてみましょう。そして最後クレプ3。記憶に新しいビートシティの優勝者ですね。まあ、メロディーセンスとディティールのクリーンさが半端ないんですけど、国外のニュースクーラーに対してどういう立ち回りをするのかっていうのが、まあ、個人的には見どころですね。オンラインで海外のニュースクーラーとバトルしてるのっていうのはまあまあ何度か見たことはあると思うんですけど、現場でバトってるのを見るのって多分今回が初めてですよね。何も想像できない。マジで楽しみすぎる。はい、ということで今回はソロ出場者全員の、ね、見どころを解説させていただきました。まあ、繰り返しになるんですけども、ぜひ皆さんの期待とか、優勝候補とコメント欄に残していてください。ということで